今回ご紹介するのは MDR-A002 という最新機種になります。でこちらも今回 Max Win さんから先行でサンプル品をご提供いただいております。こちらのご紹介を本日はいたします。で今回のこの Max Win さんのこのドラレコの特徴、一言で申し上げたいと思います。こちらのドラレコは市販ドラレコの欲しい機能がほぼ全てついた最強のドラレコと言ってもいいデジタルルームミラードラレコになります。今回10分15分の動画では全ての機能について説明しきれないので、詳細は概要欄をチェックしていただければと思います。で今回史上最強の機能を兼ね備えたドライブレコーダーということで冒頭でご紹介しましたが、もう一つ大きな特徴がありますので先にお伝えしておきます。こちら今配線関係がまとめて置いてありますけれども、これは A001 という後継機種の A002 になります。以前私の動画でもご紹介しているんですけれども、それによってこのバックカメラの配線、こちらの電源の配線、これをわざわざ引き直す必要がないということが大きな特徴になります。付け替えるのはこのユニット、それからこのカメラ。カメラ自体は今回 ADAS BSD という新たな技術が搭載されておりますので、こちらを変える必要がございます。さらに GPS が今回こちらのユニットから配線されておりますので、これ自体は追加で付けていただければ OK ということになりますので、煩わしい配線の引き直しの作業をしなくても取り付けができるというのが A002 の特徴になります。機能紹介入る前にもう一つだけご紹介させてください。こちらのブラケット、これ自体は同封されているものなんですが、私はステッパーゴンで使っています。A001 もステッパーゴンで使っていて、同じブラケットを取り付けていました。これ自体はほぼすべてのホンダ車に取り付けることが可能です。GR 系のフィットだけは取り付けができないということになってます。さらに、この MR-KIT05 という、このオプションのブラケットを購入していただければ、このように、別売りにはなるんですが、ブラケットが用意されておりますので、もし取り付けができないと言った場合は、まあ、こういったブラケットを付け替えて取り付けをすることも可能になっております。まず一つ目、ADAS 運転支援システム。もう一つは、新たに BSD 機能、視覚検知機能が搭載された点になります。機能についてをお見せしていきたいと思います。こちらホームボタンを押していただきまして、運転支援機能というボタンがあります。で、ここで ADAS。で、このように3つの設定があって、こちら、検知感度というのがあるので、ここを押していただくと、このような形で全項目の ADAS の機能が見れるようになります。で、上からお伝えしていくと、先行車近接お知らせ機能、車線逸脱お知らせ機能、通行人接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、まあ、このような形で、5つの機能が主に搭載されております。次に、BSD 機能、視覚検出、機能、こちらが非常に僕は使って良かったなって思う機能なんですが、こちらご紹介します。障害物検知の走行及び駐車と、この2つの
機能で分かれております。障害物検知走行機能をまず見ていきたいと思います。非常にきめ細かに設定ができるようになっておりまして、一番上が検知エリア設定で、2番目が走行速度で、3番目に後方エリア検知とオンオフ、このように設定ができます。で、まず後方からで、後方の設定に関しては私は今回このような形で境界を、まあ、下の方に設けています。で、こちらはあくまでもこの後方のみなので、まあ、下に設置しています。これ下に設置すればするほど自分の車に近づくようになりますので、車が近づいてきた時に検出できるように私はこのような形で境界範囲を定めて設置しています。で、ハイライトがこの高速法、車で言いますとブラインドスポットモニターに当たる機能。私は境界の設定を左と右に設定しています。境界設定がすごく狭いじゃないのって思われる方もいらっしゃるとは思うんですが、私の場合はこれで設定することによって、まあ、ちょうどいいミラーに映るか映らないかぐらいのギリギリのところ、ちょうどこの辺下の左左右端になりますので、ちょうど車が近いところに接近して、かつミラー越しの映るか映らないかぐらいのところがちょうどこの辺になるんですけれども、私はこのように今回設定しております。で、前後しますが、走行速度というのがあって、全車速から高速まで選べるようになっているんですけれども、ここも私もいくつか設定して試したんですが、まあ、一番良かったのがこの中速域になるので、まあ、ここに設定して今回、まあ、デモ画面を撮っています。BSD、障害物検知、駐車。こちらの機能についてご紹介します。で、こちらの方は、駐車の場合になりますので、まあ、バックするときになります。で、バックするときに、検知する境界範囲というのを設定する必要というのがあるわけなんですけれども、まあ、駐車に関しては、もう全方位、境界に入れた方がいいかなということで、私はこのような形で設定をしています。で、これで設定が完了いたしまして、で、ミラーモードにして、で、バックの時、駐車なのでバックの時なんですけれども、このように私の場合はほぼ全域境界範囲にしているので、このように車後ろに今4台いますけれども、4台分を認識しますし、かつ車だけじゃなくてもちろん人の検知もしてくれますので、何か危険が潜んだ時には注意の喚起をしてくれるということにおいて非常に有効的な機能になっています。2番目はリアカメラの映像にこだわったという点になります。今回、ここミラーモードを押していただくと、今、リアカメラでリアの映像を映し出しているんですが、まあ、こちらも先ほど走行画面を撮ってきたので、見ていただければと思うんですが、非常にスムーズに、後ろのモニタリングがされているのがお分かりいただけるんではないかなと思います。これは 1080p ということで、解像度自体は変わってないんですけれども、フレームレートが、まあ、業界初ということで 60fps という非常にきめ細かなフレームレートになっておりまして、まあ、1秒間に、まあ、60コマ、今回、映像に取り入れていると、まあ、いうことになりますので、よりきめ細かに出力されると、まあ、いうことが、まずこちらの2つ目のいいポイントになります。通常ですと 30fps、まあ、27.5 っていうのが結構多かったりするんですけど、こちらはもうその倍以上のフレームレートを持っているということで、リアカメラの映像にこだわったものになっています。今まで出てきていたデジタルルームミラーって
フロントのカメラはこだわってたんだけども、リアのカメラが少しキャパシティ不足だったというのが多かったと思います。でもこれはデジタルミラーとしても使うものなので、ドライブレコーダーとしての機能としては、フロントカメラだけで十分賄える部分というのがあるかもしれないんですけれども、デジタルルームミラーとしての機能も持たせてるということもありますので、リアの映像が綺麗でないとダメなんじゃないということで、当たり前のことなんですけれども、それができているドライブレコーダーが今までありませんでした。で、今回この MAX インのドライブレコーダーというのはリアカメラにこだわって映像を非常に滑らかにした、改善されたというのが、まあ、2つ目のいいポイントになります。3番目いい点がリアカメラズーム付きでタッチパネルで即切り替えが可能ということになります。これどういうことかと言いますと、ここ今真ん中こんな形で操作してるんですが、ズームができます。今まで他メーカーのドライブレコーダーでズーム機能がついているものがあったんですが、 MAX インのデジタルルームミラーはこのミラー画面で指をこうやってタップしてもらえば切り替えができるというところがいいポイントになります。で、これもあらかじめ設定が実は必要でして、リアカメラの表示設定というものがあります。で、今回ご紹介しているドライブレコーダーは A002B という車内カメラ用のドライブレコーダーですので、まあ、今これカメラ設置場所車内ということに設定しております。車外のものでしたら車外になります。で、この表示エリアというのが1番と2番とこのような形で2つ選ぶことができます。先ほどミラー画面でお見せした画面2つ切り替わったと思うんですけれども、それがこの表示1、表示2の切り替えになります。あらかじめ自分が表示したいと思うズーム設定合わせとく必要っていうのがあるんですけれども、まあ今これ 1.5 倍になってるんですが、 1.5 倍と表示2がノーマルと1倍ということで、画面をタップしてもらえれば1倍と 1.5 倍ということで切り替えができるようになっています。で、設定するときは、まあ、自分の好みのポイントっていうのがあると思いますん で、これは最大で3倍まで設定することができるようになります。で、自分が設定したいビュー、まあ、何倍に設定したいかによって、まあ、例えば私でしたらもうノーマルでもいいよってことになれば、ノーマルでこのようにボタンを押していただければ設定が完了ということになります。で、先ほどの画面に戻っていただければ、ここを滑らせていただければ1倍と 1.5 倍と切り替えがもうこの画面でできてしまう。これ非常に便利な機能で、まあ、これを切り替えることによって、まあ、距離感とかつかみやすくなりますし、よりこの後方に今止まってる車ありますけれども見たいなと思う場合はこうズームでこう見ることも可能になっているということで、非常に便利な機能になっています。次に最後4番目になりますけれども、駐車監視プラスタイムラプス機能、4つのパターンで設定が可能な点になります。で、録画設定というところで駐車監視録画方式で、今駐車監視モードオフにしてるんですけれども、このように3つのパターンで設定ができます。で、今まではタイムラプスだけだったり衝撃検知だけだったりっていうドライブレコーダーが多くて、タイムラプスと衝撃検知と両方設定できるドライブレコーダーって結構少なかったと思います。
で、これは3つのパターンで設定ができて、例えばタイムラプスだけにしたいよという場合においては、ここをしていただければ、30分から24時間まで設定ができて、かつフレームレートも 1fps から 4fps まで設定ができるようになっています。で、タイムラプスいらなくて衝撃検知だけでいいよと、まあ、いうことなのであれば、衝撃検知ということで設定もできますし、衝撃検知だけだとちょっとわかりにくいよねと、やっぱりタイムラプスと衝撃検知欲しいよねっていうことであれば、両方設定ができて、先ほどのタイムラプス同様で、このタイムラプスの録画時間っていうのが設定できます。で、もちろんフレームレートも 1fps から 4fps まで設定ができると、まあ、いうところが非常に優れたポイントになっております。はい。ってことで、今回、マックスウィンさんから、また、ご提供いただきました、ドライブレコーダー付きデジタルルームミラー、MDR-A002B。こちら、使わせていただきまして、私の所感についてお伝えします。まず一つ目は、なんといっても、BSD 機能の良さ、実用性の高さ、この辺が非常に上がっているな、ということを、今回使わせていただいて、感じました。実は ADAS の機能というのを私先行販売するときにマックスウィンさんからドライブレコーダーご提供いただいてたんですけれども、あれはまだ発展途上なところがあって、今一つ実用性に欠けてるところがありました。今回こちらの商品に関しては精度が高まって、より実用性が高まった機能になったということで、で、さらに BSD 機能が搭載されたということで、私はこの2017年のステップワゴン今まだ乗ってるんですけれども、こちらの車はブラインドスポットモニターがついていません。で、新型でももちろんブラインドスポットモニター、エアなんかですとついていなかったりするんですけど、このドライブレコーダーをつけることによって、ブラインドスポットモニターとしての役割を果たしてくれるという、そこがすごく僕自身がいいなと思いました。ブラインドスポットモニターは、これは僕自身あってはいいと思うものだと思っていて、人ってどうしても調子のいい時とか悪い時ってあると思います。で、こうボケっとしてるなって思う時もやっぱりあったりするわけなんですけど、そういった時にどうしてもこう視界となるところって、なかなか気が回らなかったりする時っていうのがあると思うんです。そういった時に、このブラインドスポットモニターっていうのはやっぱりあった方がいいなって思うシステムの一つだなって僕自身思うわけなんですけれども、デジタルルームミラーを買うことによってその機能がついてくるということ、そこはすごくねいいなと思いました。で、もう一つはこれも共通しているところなんですけれども、後ろのこの検知、今人歩いてましたけど、人の検知だったり、まあ車は今止まってますけども、検知機能がついてるっていうこと、これもすごく便利だと思いました。ブラインドスポットモニターと同じ話になるんですけれども、まあ、こんな感じです。手動で検知させることもできるんですけれども、やはり人間っていつも同じコンディションじゃないというのがあります。後ろってやっぱ視界が多いので見えにくかったりするところなんかにも、なかなか気が回らないっていうのがあったりすると思います。そういった時にやっぱりこういった機械に頼るっていうのは非常に重要な要素かなって僕自身思うわけなんですけれども、物だったり人だったりを検知してくれますので、まあ、これからのドライブレコーダーにおいては非常に重要な機能の一つになってくるのではないかなということで、まあ、ついてて非常に安心感の高い機能ではないかなということを感じました。はい。ってことで、今回はこちらのマックスウィンさんからご提供いただきました、デジタルドライブレコーダー付きのデジタルルームミラー。こちらの純正交換タイプ。MDR の -A002 の紹介をさせていただきました。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録高評価をいただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは。
失礼をいたします。